嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。ああそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思います。スパチャ読んでて自分で投げてて草。あ、なんかスルシュありました。すいません。高卒です。大学中退してしまい500万円ほど日本学生支援機構から奨学金の借金があります。奨学金を自己破産と踏み倒すと連帯保証人に請求が行ってしまいます。連帯保証人になっている兄に請求が行かないようにする方法はありますか？ありません。また、機関保証に加入して連帯保証がいなかった場合、自己破産で貯金できますか？連帯保証人がいなければ自己破産で調整、できますけど。ただ、まあ、返すしかないんじゃないですか？お兄さんがいるのであれば。足立区北千住出身の俺は銭湯サウナが好き。北区赤羽出身のひろゆきさんはどうですか？いつも健康な話。僕、銭湯もサウナもあまり好きではありません。他人と裸で一緒にいるのが面白くないんですよね。うん。別になんか、うん、まあ、海とかもそうなんですけど、僕一人で海とか、まあ、家族と海に行くとか、家族とプール行くとかいいんですけど、他人がいる状況でパンツ一丁でいるのがあんまり好きじゃないですよね。いつも楽しく拝見しています。ウェブサイトのソースがアルファベットと数字で音の構成されているように、この世界にもソースコードがあるとすれば、アルファベットを数字できていると思いますか？あと、黄色いパーカー、ラファエルさんのようにキャラクタービジネス的に低下させようと考えていますか？別に僕が作ったものではありませんと。で、ソースコードは数字は使わなくてアルファベットだけですね。4つのアルファベットで、あなたも構成されているんですけども、興味があれば遺伝子で調べてみてください。音大卒でリアクト Ruby で仕事してるんですが、オンライン音楽教室を作りました。ひろゆきさん楽器ありませんか？いやー、僕苦手なんですよね。音楽の才能ないんで。明日暇後だけ送ってきて、内容を書いてない LINE を送ってくる人の心理と効果的な返信方法を教えてください。何をするっていうと断られる可能性のある人って、明日暇とか、今から時間あるとか言うんですよ。要は、時間あるって言った後に、実はこれって言うと断りづらいじゃないですか。あ、忙しいからって言って、断るっていうその断り文句をまず潰すために、明日暇っていうので、先にまず時間が空いてるとの確定させて、その上で断りづらい案件を頼むっていう。っていうので、いやー結構バタバタなんだよね、みたいな感じでふわっとしておくといいんじゃないですかね。調整できるかもしれないですけど何ですかみたいな聞き方とかね。新しい首相は全員地方創生をかけてますが、本当に東京の一極集中は解消できますか？できません。地方創生っていうと、地方の票が入るんですよ。東京って42個の都道府県のうちの1個で、あと41個は地方じゃないですか。大阪も含め。なので、その地方創生っていうと、あ、俺らのところにも金来るじゃんっていうので、地方の人たちが投票してくれると。ただ、本当に地方創生することは無理ですね。要は、景気が悪くなると必ず都会に人が集まるんですよ。要は、その人が多いところに仕事ができるので、で、そうすると、人口が多ければ多いほどそこに仕事が生まれると。なので、仕事が生まれた場所に人が集まり、で、またそこで人が集まってるから仕事が増えっていうので、都会ばっかり人口増えるんですよ。なので、人口流入とかってもうここ5年ぐらい、ずっと都会ばっかりしか増えてないですよね。で、地方っていうのは人口はどんどん減っていくっていうのがあるので、景気が良くならない限りこれは変わらないので、で、景気の良い悪いってもう日本がどうこうじゃなくて、世界中こういう状況です。コロナなんで。なので、早くて3、4年、5年ぐらいは世界中景気悪いんじゃないですかね。1年前に公開してたこの動画って生放送ですよね。34度でクーラーの生ない生放送。録画じゃないですかね。MUP についてどう思いますか？ MUP が何かわからないので答えようもないっす。なんか、そのアルファベット何文字か書かれてもわからないものはわからないのですいません。画期的な新しい病院の受付システムを一種と考えました。人件費、待ち時間が激減するシステムです。特許みたいなものを申請したいと思ってるんですが、どうすればいいでしょうか？注意点とかありますか？アイデアで片付けられないか心配です。弁理士さんに相談してみてください。まずアイデアレベルな、まあ、いい弁理士さんだと、アイデアレベルだったとしても、これはこういう機能をつけると特許として申請可能ですよとか、もしくはその、先行でこういう形の特許があるので、これを避ける形で、
このアイデアでいけるんだったりとか、じゃあ要求、そのクレームの部分を、医療っていう形でいくともう取られてるので、医療以外で申請して特許を取って、で、そこの医療とは関係なく、その待ち行列の処理っていうところで、うまくそこの病院の中でも特許絡めて使いましょうとか、要はそのちゃんとした弁理士さんだと、その特許を取るための、じゃあ穴の取り方だったり、取った後の特許の活用の仕方とかっていうのもアドバイスしてくれるので、その似たような特許があるかどうかっていうだけだったら別に特許庁のサイトで調べられるので、なので、その、まともなアドバイスをくれる弁理士さんを探してみるといいんじゃないでしょうか。働き方完全無双にあった映画、最強のストーリー見ました。ひろゆきさんはどこがこの映画で刺さりましたか？車椅子を押しててすげえ速さで進んでて楽しそうっていうところですかね。組み込みマイコンのエンジニアって将来性どうだと思いますか？やっぱりいわゆる IT どうかという感じなんでしょうか？フリーランスで自宅で出産くらいでそれなりに贅沢に暮らしたいです。ラズパイとかでうまく、システム組んじゃって、ラズパイにこれ入れたらいけますよみたいなのを、セットで売るとかすれば、例えばそのラズパイにセンサーつけて、で、その結果っていうのが自動的に返るみたいなのって、割とみんな自前で作ってると思うんですけど、で、それをパッケージ化して、もうセンサーも OS も全部入ってますと。で、じゃあ Wi-Fi のパスワードだけ設定したら、指定されたメールアドレスにそのレポートが届きますみたいなのを、もうこれセットで買ってくださいみたいなのを作れば、割と需要はあるんじゃないですかね。日本に来る観光客は水洗式便所に感動するそうですが、海外ではあまり普及しません。理由は何でしょうか？東南アジアぐらいじゃない？水洗式がない国って。逆に僕、ヨーロッパとかアメリカで水洗じゃないの見たことないですけどね。コロナ禍でスーパーに出回る鮮魚の質が上がってる気がします。海沿いの超高いということもあるんですが、ひろゆきさんがよく利用する店舗でコロナ後変化ありますか？結局飲食店が今やってないので、すげえいい魚がスーパーに売ってるらしいですね。要は料亭みたいなところに本来おろしてた車、魚が今料亭が買えなくなってしまったっていうので。サングラス持ってますか？持ってますよ。ガス会社で営業する新入社員です。部署の先輩が異動や退職で減ってしまい、いきなり業務負荷がすごいです。引き継ぎも不完全でわからないことも多くやみそうです。特にスキルも身につかなそうな感じなので、辛いまま続ける意味がありますか？サービス残業だけは絶対しないでください。で、多分もう人が少ない状態なので、辞めたら会社も困ると思うんですよ。なので、サービス残業は絶対しない。それが嫌だったらもう辞めますっていうのでいくと、給料ちゃんともらえるので、で、出世したいですとか、ボーナス欲しいです。それがもらえないんだったら辞めますっていうので、要は人が少ないのであれば、辞めて欲しくないと思うので、それを逆転取ってポジション良くするといいんじゃないかなと思います。これ録画ですよね、録画です。スパチャも自分でしてるんですよね。はい、自分でします。さっきのシェアの話も自分でスパチャしたんですよね。そうですね。自分でスパチャして、自分でシェアの話を自分で嬉しそうに喋ってましたね。これ寿司屋の案件動画ですか？僕、寿司屋ではないんで、残念ながら、はい。もしそうだったら、すき家橋二郎の案件動画になるんですけど、すき家橋二郎ってホームページとかあるんだっけ？あんのかな？わかんないけど。浪人中の19歳です。大学入学後はクラウドソーシングなどのプログラミングのアルバイトで月に10万程度の収入を得たいと考えています。おすすめの言語や月に10万円のルートを教えていきたいです。まず、大学に受かってから考えてください。大学に受かる前から、プログラムとかどうでもいいことに、その脳のリソースを使うのはやめてください。まず、大学に受かってからにしてください。まず、浪人されてるわけじゃないですか。現役の時に失敗したわけじゃないですか。思ってるより多分、そんなに頭良くないと思うんですよ、レイさんは。なので、まず、自分のその頭が良くないというのを自覚して、大学受かるっていうのを、その全労力を捧げてください。で、受かった後に勉強するので全然大丈夫だと思います。まず、仮に受かって、じゃあ始めるって言っても4月、5月になると思うんですけど、大学入った後いろいろオリエンテーションとかバタバタするので、で、そうすると、半年も経つと、その時のトレンドって変わるんですよ。なので、5月に本当にプログラムをやりたいっていう時に、5月のトレンドで質問して回答した方が多分、より精度の高い回答になると思うので、まずは大学の勉強頑張ってください。大学受験の勉強ね。航空会社勤務です。これから先航空会社はどうなりますか？転職すべき。業務にはよりますけどね。パイロットとか転職できないんで。ただ、航空会社は厳しいと思いますよ。でも JAL と ANA が合併してもう驚かないですからね。JAL と ANA 僕結構持ってたんですけど、逃げましたね。いいタイミングで僕逃げたなと思ってて。何ヶ月か前にザクッと売ったんですけど、いや、安倍首相が辞めるっていうので株価下がるじゃないですか。だから、その前に売れたんでよかったなと思ってます。
プログラミングするときって作りたいものが必要だよとよく言いますが、大体のものがすでに世の中にあって困ってます。作りたいものって既存のものでいいでしょうか。自分が使ってるアプリがあるんだったら、全く同じものを作ってみてください。で、それで作り方とか、こういう風に作ってるんだ、みたいなのが分かったりするので。まあ、アプリ使ったことないっていうのであれば、アプリ作ろうとするのはやめてください。こんにちは。最近外国と比較して日本が劣ってる点を聞くことが多いんですが、逆に日本のいいところは何と思いますか？治安がいい、人が優しい。他人を騙さないというのを、みんな当たり前だと思ってる。まあ、某中国の方とか、騙しても別にそこまで問題ないよねとか、あと中東もそうですね。要は地元の人と観光客で物の値段の違う国って結構あるんですよ。まあ、日本のその韓国料理屋とかでも韓国の地元の人と日本人相手でメニューが違って値段が違うってあったりするんですけど、で、中東とかトルコとかでも観光客と地元の人で値段が違うっていっぱいあるんですけども、で、中国もありますと。で、ヨーロッパとかアメリカとか日本はほぼないんですよね。観光客だろうと地元の人だろう。ある。イタリアはある。まあいいや。要は、観光客だからぼったくってやれっていうのは、それは悪いことだよねっていう感覚。でも、観光で来てる金持ちなんだから、高く取るのは当たり前でしょって考える人たちもいるんですよ。これは善悪の問題じゃなくて、国民性とか文化だと思うんだけど、ただ日本の場合って、いくら観光客だったとしてもぼったくるの良くないよねっていうのが割と普通に信じてるんですよね。なのでそういうところって、まあ、善悪とは別に日本のいいところだと僕は思います。